15年前、ある家族に起きた一夜の事件。注目の劇団角田を主催する劇作家桑原裕子の傑作戯曲が書籍化、そして映画化。子供たちの人生がめちゃくちゃになってる時に何しに帰ってきたんですか？何も悪くないって。だってあの気の狂った亭主から子供たち守ってさ。お母さんはあの人から私たちを助けてくれたんじゃん。俺ら間違ったことばっか言ってるよ。あの夜からみんな逃げらんねえままで。人よ、壊れた家族はつながれますか？話題の映画小説版、長尾のり子原作、桑原裕子、人よ、集英社文庫より好評発売中。